2021年発売の SP バインディングコアというモデルを説明したいと思います。コアというモデルは S ラブベースを使用した上位機種の中で全ての機能でアベレージを抑えているモデルになっています。SP バインディングとしては初めてのリアエントリーを体感する上でコアからスタートしてもらえると非常にいいかなとお勧めしています。SP の特徴として前後でホールドをしアンクルストラップで上から押さえる SP のこのブーツと一体型にするすごくフィッティングの高い性能、そしてハイバックの硬さ、足首の曲がり方、つま先のホールドがアベレージを抑えているので、オールラウンドに SP の機能を楽しみながらいろんなカテゴリーを高いクオリティで楽しむことができます。はい、そして一般的なビンディングからまあリアエントリーに移る上で、コア、まあ、上位機種の中でコアだけは一般的なビンディングで使われている樹脂の素材のディスクを使っています。はい、なので一般的なビンディングが非常に乗り換えやすいですし、かつ SP 特有のホールド、可動域の広さというのを体感できると思います。何かカテゴリーが決まってない、オールラウンドに楽しみたい、初めての SP ビンディングを体感したいという方にはぜひコアをおすすめしています。